こんにちは、ゆきです。今日はね、じゃん、 AKB48 で48枚目シングル願い事の持ち腐れ、こちらを買いました。はい、こちらはですね、5月の31日に発売した AKB48 シングル、まあ48シングルでもいいのかな、まあ48シングルの、タイプ A の通常版、タイプ B の通常版、こちらをね2枚買いました。はい、こちらはですね、そうだな、今回タイプからいこうか。タイプはですね、 A、B、C の3タイプに劇場版が1枚入ってくるんで、計4形態になりますね。はい、4形態になっていて、いつもはね、タイプ D とかタイプ E まであったりするんで、今回まあ1、2枚少ないのかな、携帯としてはね。うん、で、あとはそうだな、収録曲行ってみようかな。うん、収録曲なんですけども、こちら、願い事の持ち腐れなんですけども、こちらね、こちらと2曲目のカップリング曲はタイプに関わらず全部共通になります。1曲目のメイン曲と2曲目のカップリング曲は、共通となります。3曲目の、カップリング曲からはタイプによって、収録の曲が変わってきます。はい、まあ、収録ね、内容の詳細はこの辺に、またいつもと同じように貼り付けられたらこの辺にポンと貼り付けておきます。まあ、もしかするともう出てるかもしれないですけどね。はい、で、今回この願い事の持ち腐れなんですけども、センターが、ジュリナとさくらのダブルセンターということです。で、2曲目のカップリング曲、共通の2曲目のカップリング曲はセンターがサッシということです。で、タイプ A の、曲なんですけども、カップリング曲はセンターがまゆゆが務めています。はい、で、タイプ B の、カップリング曲なんですけども、センターがジュリーが務めているラップ曲になります。で、タイプ C の、3曲目のカップリング曲っていうのは、センターがさやね、山本さやかさんが、務めている楽曲になります。センター俺がね、さやねが務めています。劇場版、次、最後劇場版なんですけども、劇場版の3曲目のカップリング曲は STU48 楽曲ということみたいです。はい、瀬戸内48っていうんだったっけの楽曲になるということです。確か今年2017年の夏に始動だったと思います、確か。はい、の楽曲が入っているということです。で、劇場版を除いたタイプ A、B、C は DVD が付属されてくるんですけど、今回のなんか DVD は、各タイプごとに、まあ、1、2曲目1曲目、2曲目のメイン曲と2曲目のカップリング曲は全て共通で、同じタイプ、タイプが別でも DVD にはミュージックビデオとして入っています。で、3曲目のカップリング曲だけ、タイプによって違うミュージックビデオが入っているということみたいです。はい、そうだな、あとは次はジャケット写真、ジャケット写真なんですけども、ジャケ写はね、今回も同じではないです。今回も、通常版と初回限定版は別仕様になってますね。結構、まあ、AKB さん別仕様が多いんですけども、今回も別仕様ということなので、通常版と初回版合わせて6形態プラス劇場版が1形態入るので、全部で7種類7形態のジャケット写真になるということですね。はい、そのね、僕が買ったこの AB の、通常版の AB のジャケ写を含むこの他のジャケ写はこの辺にね、ポーンと含んだやつは貼っときます。またこの辺にね、ポチッと貼っときます。はい、で、そうだな、そう、こちらのね、願い事、よいしょ、願い事の持ち腐れのこちらのなんかメイン曲なんですけども、なんかね、第84回 NHK 全国学校音楽コンクール、中学校の部の課題曲になっているということみたいです。
おほーだよね、おほーそうなんだって。僕ねここねあんましねよく調べてなかったから発売日の2日前ぐらい見てて、あそうだったんだみたいなよくちゃんと調べとけよみたいなね感じになっちゃったんだけど、でなんかあとみんなの歌、みんなの歌の4月5月の、歌になっていたみたいです。まあねこちら5月31日発売なので、まあ、ちなみにね僕が今日撮影している日が発売日当日の31日でございます。30日に来てたんですよ。クラゲしてたんですけどちょっと撮れなくて発売日当日に撮影しております。なのでもう明日6月1日なので、まあみんなの歌としては4月5月の歌だから来月にはもうないと、明日にはもうこの曲ではなくなってるのかなって感じなんですけども、みんなの歌にも使われていたよと4月5月でねっていうことみたいです。あとはね、今回の、こちら、48枚目、48シングルの願い事の持ち腐れ、何回もタイトル名言ってるけども、こちらの CD の中に来月行われます AKB48 49枚目シングル選抜総選挙がですね、来月あるんですけども、それの投票権がこちらに入っています。まあ、ここにも書いてあるんですけども投票シリアルナンバーカード1枚封入されているよということで、もうすでに、投票期間始まっておりまして、投票期間が5月の30日昨日ですね、発売日この CD31 日今日なんですけども、前日の30日の、10時からスタートしていまして、10時から、6月の16日の金曜日の午後3時までということです。開票は確かその次の日、翌日の17日だと思ったんですけども、17日ですね、だから前の日まで、やってると、そうだね、17日に沖縄の方でやるんですけども、今回、でそれの前日の3時まで、午後3時までは、投票期間ということになってます。なのでね、かなり今回は投票権が入っているということで、メインなんじゃないですかね。はい、ということでですね、まあ早速ね長く喋っちゃったから開けようかね、中に何が入ってるのか、まあいつものと同じだと思うんですけど、まあ早速ね開けていこうではないでしょうか。はいはい、いきます。オープン、チャッチャラー。はい、取れました。はい、タグです。タグですね。はい、あそう、もう第9回目、今回で第9回、そうだよね、多分9回目だよね、今年でね、もう9回やったんだなーって思いますけども、あそう忘れてたね、これがねちょっとビニール取った後のフロントですね。これ後ろ見せてなかったね、後ろこんな感じ。はい、ちなみにこちらが、タイプ A の通常版のねあれですね。いきまーす、オープン、トゥッドゥドゥー。ちょっといいですか。はい、こんな感じです。レーベルはなんかシルバーレーベルなんだっけ、中央にバーってなんかタンポポだっけ、タンポポだったよね、なんかねそんな感じの感じですね。黄色くふにゃふにゃふにゃってなってるね。こっちに綿がついてあるね、綿のジャケットですね。裏が綿の種になってますね。はい、こちらが CD、こっちが DVD です。DVD は、DVD だよね。DVD は本当にシルバーレーベルです。シルバーレーベルに、綿の種が1個乗ってるだけ。綿種あれだよね。シルエット、風景とバーッと飛ぶやつね。あれね。あれです。はい、こちら歌手カードになります。はい、歌手カードなんですけども、なんかこれこんな感じでビラビロビローってね伸びるらしいんですけど、ちょっと入りきらそうなんでこんな感じで収めておきます。はい、はい、あとはね中に入っていたものなんですけど、こちらのなんかペラペラの紙が入ってました。1枚がなんか小地祭りのブルーレイ DVD だったり、なんかチーム8のね DVD だったり、あとは去年の選抜総選挙の DVD だったりっていうね、あれですね、こういうのがあるよっていう紙、はい、あとねこちら、はい、AKB48 49枚目シングル選抜総選挙の第9回の総選挙のシリアルナンバーの入ったコードですね。
こちらが1枚入ってました。ちょっとねコードがあるんで隠してるんですけども、はい、こちらでね、投票ポチポチポチと入れるということですね。はい、あとはね最後にこちらが入ってました写真が1枚入ってます。じゃん、誰ですか。パチ、みーちゃんですね。峯岸みなみさんです。みーちゃんが出ました。はい、はい、次ですね。次、タイプ B の方を開けます。タイプ B の通常版の方を開けますね。裏こんな感じです。はい、はい、開きます。オープン、トゥットゥー、まあこれよいしょ。はい、タグです。はい、こんな感じですね。袋取るとこんな感じ。はい、なんか一緒なのかな、レーベル一緒なのかな、今回色が違うのかな。でもタンポポっぽい回ってないタンポポっぽいけどね。うん、開きます。オープン、トゥットゥドゥー。お、違うぞ。はい、ごめんなさいね、もう一回見せます。違う、タイプ A はさ、ふじゃふじゃふじゃって中央に大きい丸、まあ丸ではなかったけど大きくこのタンポポっぽいのがつで一個ポンって乗ってたけど、今回はいくつも周りにシルバーレーベルの中いくつも周りにある感じですね。はい、でこちら CD ですね、こっちの黄色い方が。で裏こちらが DVD です。 DVD もシルバーレーベルに、さっきはね1つじゃなかったんですけど、種がね、綿の種っていうのかな、が 1個だったかな、1個じゃなかったんだけど今回複数あります。うん、7個ぐらいあるかな、ざっと見た感じ。うん、ありますね。はい、はい、また同じようにねこちらが歌手カードになってまして、まあこれもねパカって開くと、うん、こんな感じでね、あれここの色違ったよね、まあ多分タイプによって違うんでしょうけど、これもまたピロピロピローって長くなるのでちょっと映んないのでこの辺にしておきます。あとは、同じようにこちらこういった DVD とブルーレイがあるよっていう紙が1枚と、はい、隠しましたけども今回もね同じようにまたもう1枚投票券がこの中に封入されてました。はい、あとはねまた写真が1枚入っているんでそちらを出しますね。じゃん、こちらです。はい、うんとね、あれどこだっけ、 AKB? SKE? どっちだった、どっちだった、名前もちょっと出てこない、わかる方コメント欄にください。た、うん、出てこない、ごめんなさい。はい、出ました。はい、あのねこの辺まで出てるんだけど多分このあー、うん、この子なんだけど、ってちょっと寝てかかってて出ないっていうね。はい、こんな感じです。はい、はい、じゃああとはね店舗特典としてミーヨンとコミハルかな、うん、これのツーショット写真が店舗特典でついてきました。はい、はい、ということでですね今日はですねこちら、はい、じゃん、5月31日に発売した AKB48 48枚目シングル願い事の持ち腐れ、こちらをねこちらをねタイプ A と D 買ったよ、買いました、開けましたっていう動画でした。はい、こちらね1回だけな、1回ねフルバージョンで聞いただけですね。あとはね1、2回か2回ぐらいかなフルバージョン聞いたぐらいで、あのカップリング曲とか聴いてないんでね、もしね、また時間とってゆっくり聴きたいなと思います。確かもうこの願い事の持ち腐れは、僕も今ね撮ってるんですけど YouTube の AKB の公式アカウントの YouTube の公式チャンネルか YouTube の公式チャンネルの方に願い事の持ち腐れのフルバージョンがもうすでに上がっているので、まあねそちらでまあ見るとまたミュージックビデオでフルバージョン見られるみたいなんですけども、はい、まあね、ゆっくり聞きたいなと思います。あとは最後にですね、もう先ほど見せた投票券が入っているんですけども、中盤までいったかな。もうね、すでに投票始まっております。5月30日、昨日ですね。この CD の前日の5月30日の午前10時から、6月の16日の午後3時まで、17日の前日、前の日の、投票開票の前の日の16日の午後金曜日のね、3時まで。うん、16日
金曜日3時まで、午後3時までの投票期間となってますので、あ、まあファンの方でもされてるかと思うんですけども、あ、この曲聴いていいなとか気になった方で買われた方で、まあ投票、普段はあまり買ってなかったりするけどこの曲好きで買いましたとかって気になって買ったよっていう方で投票期間に過ぎてなかったら、まあぜひぜひね、してみてはいかがでしょうか。はい、まあ強制じゃないんでね、僕もこれを言ったからってどうこうってわけじゃないですよ。僕個人的には言ってるだけなんでね、はい、言ってるだけなんだけど、まあね、いっぱいわーって出てきて誰なんだろうと思って調べてまたやるのもまた楽しいのかなと思いますのでね、期限切れてなかったらぜひしてみてはいかがでしょうか。ということでですね、あ、ちなみに下の方にもリンク貼っときます。こちらのね、CD のリンク貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。シャバダバイバーイ。